戸塚センターです。戸塚図書館は戸塚センターの1階にあります。では中に入ってみましょう。あら、うなしーが来てますね。何か読みたい本があるようです。うなしー、こんにちは。何を探しているの？あら、ひまわりの育て方の本を探しているの？でも、どうやって探すのかわからないのね。では、一緒に探しましょう。うなしー、図書館司書さんが本の探し方を教えてくれるって、よかったね。ここが戸塚図書館の子どもの本のコーナーです。たくさんの本があって、ひまわりの本がどこにあるのかわからないよね。でも大丈夫。図書館の本は決まったルールできちんと並んでいるんですよ。ではここでクイズです。図書館の本はどのように並んでいるのでしょう。次の3つから選んでください。1番、本の名前のあいうえお順で並んでいる。2番、本の内容で並んでいる。3番、本は新しいものから古いものの順で並んでいる。皆さんは何番だと思いますか？うなしーは1番だと思ってますね。残念。正解は2番の本の内容で並んでいるでした。うなしー、図書館では本を探しやすいように内容ごとに並べているんですよ。本をよく見てみてください。ほら、本の背にラベルが貼ってあるでしょ。ラベルには数字や文字もあれば、色のシールが貼ってあるものもあります。実はこのラベルが本の内容を表しているんですよ。ではこのラベルの秘密を教えてあげましょう。あらあら、ラベルの秘密って気になりますね。戸塚図書館の子どもの本は大きく3つの内容に分けて置いています。まず知識、ノンフィクションの本、そして物語、最後に絵本です。うなしーが調べているのはひまわりの育て方なので、知識、ノンフィクションの本になります。では早速行ってみましょう。うなしー、見て、本の背のラベルには数字が書かれていますね。この数字は何かというと、この横浜市立図書館子どもの本の分類表の数字、分類番号です。図書館の知識の本はこの分類表の通りに並んでいます。例えば数字442には宇宙、星と書かれています。これは宇宙や星に関する本には44というラベルが貼ってあるということです。つまりこの分類表を見て、自分の調べたいことが数字の何番になるのかを確認してから棚に行けば、その本があるというわけです。なるほど。知識の本はこの分類表があれば、どこにどんな本があるかわかるというわけですね。ではうなしー、ひまわりってこの分類表だとどこに入ると思う？頑張って、うなしー。ひまわりは数学でもないし、星でもないし、動物でもないし、もしかして？うなしーは47、植物だと思うのね。では一緒に本棚に行ってみましょう。案内図や本棚の表示を手がかりにすると探しやすいですよ。正解。ひまわりは植物だから47の棚に置いてあるんですよ。よかったね、うなしでは司書さん、物語や絵本もどのように並んでいるのか教えていただけますか？はい、お任せください。ここは
物語の本のコーナーです。本のラベルはひらがなやカタカナが一文字です。これは物語を書いた人の名字の初めの文字です。物語はその本を書いた人の名字のあいうえお順で並んでいます。日本の作家はひらがな、外国の作家はカタカナです。例えばこちらはアマン・キミコさんの書いた物語、車の色は空の色、白い帽子です。ラベルを見るとアマン・キミコさんのアが書かれています。この本はひらがなアの棚に並んでいます。では外国の作家はどうでしょう。アーノルド・ローベルさんの書いた二人は友達のラベルは何でしょうか。物語は本を書いた人の名字の初めの文字が書いてあるから、皆さんはわかりますか。うなしーはアだと思うんですね。残念、名字はローベルなのでカタカナのロです。ロの棚に並んでいます。外国人の作家はちょっと気をつけないとね。では最後に絵本のコーナーを見てみましょう。絵本の背のラベルには色シールと文字や数字が書いてあります。絵本の多くは絵を描いた人の名字の初めの文字のあいうえお順で並んでいます。日本の画家はひらがな、外国の画家はカタカナです。さらに絵本には物語と区別するため色シールも貼ってあります。あ行の人には赤いシール、か行の人には緑のシールというようになっています。例えば絵本はらぺこあおむし、絵はエリック・カールさんが描いています。エリック・カールさんの名字は、正解、カールなので絵本コーナーのカタカナのカのところにあります。絵本なので緑のシールも貼ってあります。でも司書さん、本の探し方って他にもあるんですよね。そうなんです。実はこんな方法もあるんですよ。ふなし、これは利用者用検索機です。読みたい本がはっきり決まっている場合には検索機で調べると早いですよ。その本が図書館にあるのかないのか、貸し出し中なのかがわかります。だけど星の本や動物の本といったように、こんな感じの本を探したいなと思った時には分類表で探す方が便利です。なるほど、本を探す際には利用者用検索機と分類表をうまく使い分けられるようになるといいですよね。司書さん、他にも本の探し方はありますか。図書館には本を探しやすくするためにいくつかのコーナーがあります。ではどんなコーナーがあるのか教えていただけますか。こちらは初めて出会う絵本コーナーです。赤ちゃんから 2,3 歳の幼児におすすめの本を集めたコーナーです。こちらは外国語本コーナーです。英語や中国語などで書かれた本があります。こちらは郷土資料コーナーです。神奈川県や横浜市、戸塚区を調べる本があります。こちらは図鑑や辞典などを集めた参考図書コーナーです。こちらにある本は借りることはできませんが、いつでも手に取って調べることができます。子どもの本のコーナーの入り口には展示コーナーがあります。季節に合った本やおすすめ本などを展示しています。ここで大人の本のコーナーもちょっと覗いてみましょう。
小さい文字が読みにくい人のための大活字本コーナーや新聞や雑誌コーナーもあります。ふなしー、図書館で本を探すだけでなく、いろいろな本に出会うことができたね。これからも戸塚図書館を利用してくださいね。ふなしー、戸塚図書館のことがいろいろ分かってよかったね。では最後に、戸塚図書館の達人になるための3か条をしっかり覚えてね。その1、図書館の本は内容ごとに並んでいる。横浜市立図書館子どもの本の分類表を活用すべし。その2、図書館の本の背にはラベルが貼ってあり、そのラベルが内容を表している。ひらがな、カタカナは物語、数字は知識、ノンフィクション、色ラベルが貼ってあるのは絵本であることを知るべし。その3、図書館の本はラベルの順番に並んでいる。本を探すときには案内図などを利用し、本のコーナーも参考にすべし。覚えてくれたかな？これで君も戸塚図書館の達人だね。